はい、えー、最近髪を切りに行きたい二宮翔平です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。えーとですね。タイトルの話なんですが、あのまあ、お便りご相談をいただいたあものなんですけども、えー。ガソリンスタンドね。はいまあ、最近ガソリンスタンドの銘柄もかなりこう。一本化されつつあるので。 えー、ガソリンスタンドって言っただけでイコールどこの店ってなりそうで怖いんですけどあのガソリンスタンドで乗用車の話ですよバイクにやってこようっていう場合はほとんどないけどそのよく無料で点検しますよバッテリー点検しますよオイル点検しますよであとね水抜き剤入ってないみたいなんですけどっていうのはあるじゃないですかあれはね一体何をやってるんだと。 何を根拠に言ってるんだ。どんな点検をしているんだ。うんというのを非常にこう疑問に思います。はい。 水抜き剤についてはね、もう水抜き剤で検索すると私の動画がポーンって出てきてしまうぐらい、えーまあ、あの <laughs> 炎上しましたけど、えー、炎上させましたけどね、あの火をつけてんでやりましたけど要はあの水抜き剤よく言われるじゃないですかあのガソリンタンクの中に水が溜まっちゃってて、えー、水抜き剤も入ってないみたいなんですけども、そういうシールもあの前貼ってあったやつがもう1年前のやつなんで言ってくるじゃないですか。うーん。 まあ進めるまではいいけど、そういうの入れないと、ちょっとエンジンの方が壊れちゃうんですよ。このままだといつ壊れるかわからないんであの、すぐ入れた方がいいと思いますとかね。そこまで言うやつもいますよね。この間、つい数日前言われましたよ。<laughs> 面白いよね。面白いね。僕に言うって面白いですよね。スタンドの店員さん。ちょっと俺の顔よく見てよ。まああのー、もしね、水抜き剤のことを調べようと思って、水抜き剤で検索すると一番上に出てくるやつだよっていう。 風にね、言,言ってもいいんですけど、うん、まあ言、言わないよね。言わないよね、あのー。言わないよねっていうか、別に言われたらああのどうしますかって、あ結構ですって言って普,通に普段終わりですけども、ただね、そういう進め方をするところっていうのは非常にこう多いし、まあ、納得した上で入れるんだったら僕もいいと思うんですよ。で、納得した上で一般的な価格のものを入れるのであれば僕はいいと思うんですが、まず高い。うん、ホームセンターで100円ぐらいで売ってるものを1000円とかで2000円とかで入れる。 しかもの、入れなくていい量を入れる、2本とか入れてくる、軽自動車に対して。ねとかあの、水が溜まってるかどうかなんて開けないと分かんないんですよで。しかも、普段ね、ちゃんと使ってる車であれば、結露で水が溜まるってことはまずないです。はいいまずない、えー、そんなに変な構造になってません、車もバイクもね。はい なんか意図的に入っちゃったとかそういうものを雨流れ込んだとかそういうものだったらちょっと違うんですけども通常はね入らないですはいじゃあ100本ずつ水が入ってたとしましょうじゃあ水抜けると水抜けるのかってこれ実験済みです抜けませんはいでねよく言うんですけどねあのアルコール分があって普通油と水は混ざらないけれども入れると中の水が溶けて混ざるってみんな言う、ね、口を揃えて言うんですけども溶けないからまずまず溶けない ね、溜まってる水に対して IPA、まあ、イソプロピルアルコールが混ざると火がつくけれども火ついた後にまた水残るから何の解決にもなってない、ね、それよりぱ不純物を入れるわけだから燃焼状態悪化します、はい、っていうようなことを、ね、言ってもしょうがないしきちんとした理屈の上で説明してで、まああのー、大量に水が溜まってる場合はその水がエンジン の中に流れ込んだ時に多少その水が燃焼しててくくれれるるるのを助けてくれる効果はあとと思いますと中に水が入っているかどうかは分かりません。とねえまあ入れたことがなければ気休めで1回入れてみるぐらいはいいと思うんですよ。で、300円です。高賃で200円取りますとかぐらいだったらいいけどね、入れなきゃ速攻壊れるよぐらいなこと言ってくるっていうのはねちょっとまずいなっていう話を前してでそれに付随しての今回の話これが前置きです。なんですけど バッテリーのチェック。はい。バッテリーの、バッテリー無料点検。うん。よくバッテリー無料点検やってるとこありますよね。いろんなあのお店で。何をやってるんでしょうね。はい。ここで、えー、最近僕のチャンネルは、お車に詳しくない方もご覧になっていただいていると思うので、わかりやすく説明をしようと思うんですけども、バッテリーが、の状態がいいか悪いかというのは、 バッテリーそのものにそれを示すためのインジケーターのようなものがついています、はいで。しかもそこにシールが貼ってあります。これが緑だったらいいよ、青赤だったらだめだよみたいな感じで書いてあります。それを見て、量比判定がまずできるようになっているというのが1点。はい、でそれから基本的にそれ以外、そのバッテリーが劣化しているかどうかというのはエンジンかけている状態でスタンドに入って、 でボンネットを開けてテスター当てたぐらいじゃ分かりません。はい。これは分かんないんです。これは結論から言ってそうです。はい。ばあの、大雑把な言い方をすると、エンジンと一緒で、バッテリーっていうのは作動してるとき、車が作動してるときに温まってるとですね、中の化学反応っうのは促進されている状態なので、要はい、元気なんですよ。元気な状態です。はい。非常にこう元気になる。それが、 エンジンかけてない状態で元気じゃなくなったよ化学、ね、反応起きてないよっていう時に再びエンジンをかける時に目覚めるかどうかというのが量費の判定の上で最も重要なことになります。だってエンジンかかるかかかんないかだから、ね、じゃあ普通に車乗ってる時にいきなりじゃあバッテリーがね弱くなってエンジンがかからなくなってしまうことってないんですか うん、あります。でもそれはバッテリーが悪いんじゃなくてバッテリーに充電をしている車の方が悪いです、はい。車にはエンジンと発電機がついてます。バッテリーは車をスタートさせるために必要です。はいでまああの他にも、ね、あの用途はあるんですけどもとりあえずわからない方への説明なので,でそれに必要です。じゃあ指、ね、導するためにバッテリーつまり電池使いました。減ってますそしたら 車からまたその発電した電気を戻してやらないとバッテリーで充電されないじゃないですか。ね、その機能がだめな場合は走行中にバッテリーが悪くなるということはあ,のあるんですけども基本的にいきなりバッテリーが劣化して走行中に飛ぶということはないです。基本的にはない。種類によってはあるんですよ。水水水しななきゃいけないいけバッテリーのの場合とかはは、まあ、っていうのはその水 あの純粋を足すものがあるんですけどもあのトラックなんかにはですねあの、まあ、今はどうかな分かんないけど昔はそういうのがついてたんですよ、はい、でも今あのほとんどがメンテナンスフリーだから車の手で、ね、バッテリー保水してくださいっていうものってほぼないはずなんですよで、えー、そうしたものを、まあ、バッテリーの話は、ね、あの結構前にしたので、えーまあ、カットモデルとか出して話した時もあるのでそれはまあ置いておくとしてそうした性質の車に対して えー、スタンドが言ってることっていうのは、一体何を根拠にしているのか、知ってる方がいたら教えてほしい、量費判定について。ね、でち,なでちなみに、ですよちなみに正しくですねそのバッテリーの量費判定をするにはどうしたらいいか、まず朝、朝まあ朝まあ、夜仕事をしてしる人は別だけどあの、要は12時間以上車に乗ってない状態、うん、全く作動させない状態で、えー、ボンネットを開けて、そこにテスターを当ててください。 テスター通電テスターというんですけども、今、電気がそこに何ボルト流れているかというのが分かる機械です。これはホームセンターで1000円ぐらいから売ってます。これをテスターを当ててください。おそらく元気な通常のバッテリーであれば12ボルト程度出ると思います。はい、12ボルト程度。こ,この程度で,いいです 12. 何ボルトかそこまで覚える必要はないです。12ボルト程度で覚えておいてください。はい、でそれを当てたまま、誰か他の人にエンジンをかけてもらう。 セルを回すキキ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 ュュ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 の部分やってしいそうするとですね電圧が12だったのが数字が下がるはずなんですよこれがどこまで下がっているかっていうので量比判定をしますはいでエンジンかかってから止めてもう一回やってこれダメですはいもうダメもうダメ要はさっきも言ったんですけどもバッテリーが作動してない寝てる状態 休眠、休眠って言ったら語弊があるかな。その状態から再びオンになるときに、どれだけの力を出すのかというのが量費判定なので、に一番いいんですね。電圧効果現象っていうんですけども、その電圧がどこまで下がるか、具体的な数字で言うと、まあ、大ざっくり覚えておいてほしいんですけども、1桁切ったら、うん、そろそろかなって思ってください。まあ、6ボルトとかね。 っっちゃったらもうダメですけど、まあ、9ボルトぐらいだったらま,あまだまだなんとか、ね、あの使える可能性はあるんですけども基本的に1桁ボルトいっちゃったら、まあ、8とか、ね、なな7とかに、ね、なっちゃったらあのあもうそろそろダメかなっていうようなあーものであればあ交換というのはです,、ねえー、するべきなんですけども。 通常走っている車に対してバッテリー点検をして、で、あ、もうこのバッテリーもうダメですね。いつ止まるか分かんないですよ。すぐ変えた方がいいですよ。うん。で、実際に言われたらしいんですよ。ね、お父さん、おどおどしっていうか押し売りだよね。そういうの。で、その根拠も述べずにやんなきゃいけないんですって言って、このバッテリー本当は2万ぐらいするものなんですけども、今だったら1万5千円でいいです。って言って、某 E という会社です。はい。が、軽自動車用のバッテリーですよ。んなんでかくないよね。 を交換をこうしないともう壊れてこれ止まっちゃうと言って変えたらしいんですちなみに、はい、バッテリー車用のバッテリー一般的な価格なんですけどもハイブリッドハイブリッド車を駆動するバッテリーだったら2万ぐらいする可能性はありますで、えー、そうじゃない場合軽自動車の一般的なバッテリーの価格っていうのは高くても1万円です。はい うちで,で、えー、僕がです、ねえー、普通に使ってるのはたい5000円以下です。はい、3500円というのもあります。はい、じゃあ、それがおかしいかっていったら、あのー、お,おかしくないです、えー、ちゃんとパナソニックとかです、ね、ちゃんとした一般的なあ日本の国産メーカーのものなので、えー、普通2万円もするバッテリーを1万5000円にしますって言ってさらにそこに工賃を乗せて今、買えないとすぐ壊れるなんていう言い方っていうのは何を根拠にしているのか僕は非常に疑問である。 うん、これねそのその店だけが押し売りをしてその場しのぎの数字を上げたいから言ってるわけじゃなくて全国的にやっぱりそういう言い方をしているようなんですよ。これ確かめてないからあれなんですけども、まあね、あの見るからに僕あのオタクっぽいから僕にそういうこと言う人いないんですけど。あの まあ、水抜きではね言われますけどまあすみません皆さんにお勧めしているんでって言い方はされるんですけどあの私服装とかに関してはもうかなり強硬的な言い方をするっていうのが非常にこう気に食わない、うん、根拠があってだよ根拠があってで実際にねあの壊れそうやる交換しないと壊れるっていうものに対して手を差し伸べてくれたのであればいい話だけど根拠が曖昧もしくは根拠がないことに対してねあの だって、先月変えたかもしれないバッテリーでも同じ結果が言えるわけですよ。ね。あのー、ね、先月変えたバッテリーに対して関してもね、根拠述べないわけだから、同じ言葉が言えるわけです。はい。まあ、そういったことをしてくるところがね、非常にこう多いので、なんかね、憤りを感じますよね。ね あの基本的にバッテリーの寿命っていうのがあの、まあ、メーカーによってこれ違うんですけども、まあ、長いところで2年です、はい、長いところで2年で、えー、そうじゃないところだと保証期間でいうと1年、うん、っていうふうに、まあ、言われてますじゃあ実際はどこまで持つの実際はバッテリーの健康状態きちんと管理しながらあ使ってたらどこまで持つのって言ったら7年持ってる人はいます、はいまあ、これはねあの参考にならない数字ですけれども要はきちんとした 車両状態の中で使っているバッテリーっていうのはそんなに走行中に壊れてしまうバッテリーであれば車の方に何か異常が起きてる場合ことが多いんですね。もしそういうこと言われたらそのまあ分かってない人がね言ってくるからねこんな押し問答になっちゃうけどあのじゃあ充電電圧何ボルト出てるのって、うん。何ボルトかな 何ボルトで充電されてるのかな、うん、でいいはずだよねだってそれがあのきちんと答えられないようだとまあ根拠が曖昧かなだって充電できてるのかできてないのかもわからないのにね言ってるわけだからほんと気になるどんな点検してんのって無料点検って、まあ、店によって違うだろうけども店によってその量費判定違うけれども 作動して走っている状態のバッテリーを量比判定するって実際むちゃくちゃ難しい話ですよ。交換した日付が書いてあってそれが3年4年前のものだったら3年4年前に変えてますね。ねあの一応まあ、ね、2年周期で変えることにはなってますけどもバッテリーいくらいくらで売ってますけれどもいかがですかっていうまでだったらいいと思うんですけどもね。ねそういう言い方をまずしないですよね。はい、あともう一つ オイル点検、うん、オイル点検なんかあのー、添加剤を入れ,入れられたらしいんですよ2本、ね、でその添加剤が何で入れられたのかもうよくわからんとでオイル交換してくれたんだと思ってたでもねオイル交換してない 6000キロオイル交換してなかったから、ね、オイル見て汚れてるからオイル交換しますよっていうので交換してあのその伝票が来たなと思ってたらしいんですけども交換してない6000キロ走った軽自動車交換してなくてオイルの添加剤,添加剤だけ 2, 2リットルって書いてある、まあ、2リットル添加剤入れるやつはいねえと思うけど2リットル分の添加剤を入れたらしいんですよ交換もしないで。 でで円ぐららいいい取られててるんですねね聞いてみたいよ、ねあのー、6,000キロだよ 6, キロ走った軽自動車のオイルを見てオイル交換より先に添加剤を,いを進めて添加剤これ入れないとねいつ壊れるか分かりませんよっていう言い方をしたらしいんですよ。 某 e、といいいう会社ですねね、はい、聞いてみたよじゃあその添加剤って、ね、どんな成分で 6,000kg を交換もうすぐ交換しオイル交換しなきゃいけない車に入れて、ね、4,000円取ってどんな効果が出るもんで入れなきゃ壊れるって何の話って聞いてみたい。 多分そこまでは考えてないはずなんですよ。だから根拠なく言って取ろうとしている。だから結論です、あの皆さんね、この中にあの車、音ばよく分かんない人、えー、オイルの添加剤をお,人にひとそのお店、スタンド等で勧、えー、められた場合、断ってください、はいえーとですね。結論から言ってですね、添加剤程度でどうにかなるほど壊れた。 車壊れたエンジンというのは甘くないです。はい、添加剤程度で、えー、どうにかなるほど車のエンジン等は長持ちするかどうかというのは添加剤でどうにかなるほど甘くないです。はいであのー、ここにも、ねあのー、添加剤はあ,あのー、あります。これはあのー、スピードマスターさんって、えー、うちの方ともお付き合いのあるところの添加剤なんですけども入れるときは自分でその効果と その目的を見てきちんと読んでで入れてくださいなぜかとこっちも添加剤なんですよこっちも添加剤物が違いますはい物が違うっていうのはどういうことかっていうと入れる目的が違うんですよ、はい、入れる目的が違う同じ会社の品物で入れる目的が違うっていうことは きちんとそれを読んで自分のエンジンに対してどういうコンディションでっていうのを判断してから使わないといけないっていうことなんですね、はい、通常は普通のエンジンオイルって十分です、はい、でも普通のエンジンオイルって言ってもいろいろありますよ皆さんねハイブリッド用なのかそれとも何か他のエコカー用なのか軽自動車用なのかターボ用なのかバイク用なのかいろいろありますはい オイルっていうのは全然変わってきます。はいえー、ちなみにター,ボターボの軽自動車とかが一番その僕の中であの非常にいいオイルを入れなきゃいけないと思っているんです。ね。というのは何でかというとターボって非常にこう高温になる部品がありますでそこを冷却しなくちゃいけないので、えー、そこにオイルを使っているんですけども、だからオイルに対してです、ね、要求する性能が増えるのでオイルの劣化が非常に早くなるんですよ。だからいいオイルを入れなきゃいけない。 交換頻度を早めなきゃいけないとかですね。で、それに対して、よりその性能を強化するためにターボの軽自動車に対していい添加剤っていうのを入れてみるっていうのは効果が望める。はい。望めるっていうだけですよ。あるとは断言してない。使ってみないとわからない。しかもこういうのって長期間使わないとわからないんですよ。長期間使ってみて、 使わなかった時と使った時同じ状況で、同じ車両で比べてみて、使った時の方が長持ちしたかもしれないっていう程度の話です。はい、ちなみにですよ、逆に言うと、オイルや添加物で体感できるほどの効果が出ちゃ,出ちゃったら、まずい、はいどどう。それがいいか悪いか分かんないんですけども、体感できるほどの効果っていうのは劇的な効果なんですよ。劇的なものっていうのは、もちろん機械に対して、 いいかどうかっていうのは非常にこう判断がしづらいです。はいね、で簡単にそんな、ね、あの汚れとか吹っ飛びませんから、ね、あの劣化した部品が良くなるのはないんですよ。はい、だからわけわかんないものは入れない、えー、わけわかんない添加物は入れない、おすすめされたものは入れない、ね、自分できちんと効,能効果を見てで理解できるもの。 でなおかつ自分の車に合っているものであれば入れてよし、はい、それ以外のものに対してはやっぱり、えー、入れないというのがよろしいかなというふうに思います。はいまあ、こんなこと言っちゃうとね、あのー、真面目にやっているスタンドさんに申し訳ないんですけども、真面目にやっているところもありますよ、もちろん。でただ、ガソリンだけだと利益が出づらいから、そうやってどんどん点検だとか、あこうした、ね、添加剤、あのバッテリー等をこうサービスとしてね、 えー、打っていこううっていススタンス、まあ、これはいいというかあのそうすべきだとは思うんですけども入れなきゃ壊れるよやらなきゃだめだよっていうのをあの安易にね、うん、言うっていうのは今の時代やっぱトラブルの原因になると僕はあ思っただってねそんなことを言われて帰ってきた車でこうやって今日やったよと、ね、ガソリンにこれ入れてもらったよ でえー、オイルにこれ入れてもらったよ。オイル交換したかどうか分かんないよ。で、えー、バッテリーも変えてもらったよって言われたとしましょうよ。僕みたいなやつに。で、えマジでオイル変えてもらってないのオイル6000キロ変えてないあれそ、ソうそう変えなきゃいけないと思ってたのにオイルも変えずに添加剤入れたのえっ、ガソリンに添加剤あれ、フューエルはもう入ってるよっていうのと、ね、あと、ええ何バッテリーバッテリーってあれ あれでも3ヶ月前に書いたばっかりだぜそれでおかしくなってるってことは何あのえ「オルタラネタおかしいの?え」そこまで見てない伝票にも書いてない店に電話だよね何やってくれちゃってんのオタク、うん、っていうふうにやっぱりなるし僕がもし性格悪かったら性格,性,格性格悪くてねなんかその本当に本気で、えー、仕返ししてやろうっていうような人種だったらあの本当 全体の評判を落とすようなことを、ね、やりかねない、うんまあ僕この動画はあれですよ別にスタンドの評判を落とす目的でやってるんじゃないんですけどもそういう店もありますよっていうのと僕はお客とお店っていうのは対等でいいと思ってるんですよ、ね、だからそういうところでもしねあの口車に乗せられて不要なものを買ってしまった不要なものを交換してしまった不要なものを入れてしまった としてもやってくださいって言ったのはユーザーさん自身ですからそこで断ることもできたはずなんですよ、ね、だからそれがそれをしなかったっていうところで責任の半分はありますはい、責任の半分はあるでもやっぱもう半分は無効だしその半分の部分っていうのをその場し,ぎしのぎというかね、えー、騙すようなことをやってくるっていうところが 少なからずあるこの近所にもあるということに対して腹が立つよというお話なのでじゃあその残りの半分の自分の責任の部分というのでどういうふうに判断したらいいかというのは僕はお話ししてます、はい、なので別に営業妨害をする目的じゃないですだってちゃ,んとちゃんと根拠立てて説明して根拠がある話だったら別にそこでお客さんがじゃあやってくれって言ったものに関しては完全な合意で完全なディールですよ。 でそれれれを入れなきゃ壊れるとかね。交換したばっかりのものに対して言ったりとかするからよくない。うん、なんですよ。だからねひどいよね。ひどいっていうかもうちょっとなんかね言い方あるんじゃねえのって。だってこんな話したらさ余計交換する人少なくなるしさ、スタンドに物を頼む人少なくなっちゃうよ。でしかも物を頼むの人がそのね 要は入れなきゃ壊れるみたいなこと言われて変えなきゃ壊れるなこと言われて変えたばっかりのものを変えさせられたって言ったらもうその人ね二度とスタンドで物を頼むかってなっちゃうよなっちゃうと思いますよ、ね、おかしいなと思って人に聞くでしょう、うん、で何人かに聞いていけばですね僕みたいなあのねあのリケクそうなるとね、うん、あのやっぱ全体がやっぱ悪くなっていくと思うだってその人だって自分でじゃあ交換できるかって言えば自分じゃできない ですよだからきちんとした尺度きちんとした判断基準できちんとしたことをやってくれ,てる,くれるところにか対して頼んでお金を払いたいわけですただでやってもらおうとかですね、えー、そういうふうなことを考えてるわけじゃないんですよ、ね、だからその信頼関係をね崩したりだとかその信頼関係をうまく逆手に取ってね、あのー、なんか脅すようなことを言って押し売りするっていう。 のをやって,るっていうのがスタンドに関してはまあ,あのこの近所だとよく聞く、うん、全国的には分かんないですけどねですよ、ね、そうなんだよなうんまあ基本的にいい、えー 僕ね、6000キロって言っちゃいましたけども、軽自動車の場合、オイルの容量にもよるんですけども、僕大体いい5000キロで変えてます、はい。バイクの場合は3000キロでオイル交換、ガソリンの添加物は基本的に入れなくていいです。はい、入れるときはオカルト、効果があったらいいなぐらいな感じで、えー、分量をきちんと守って、自分のバイクや車に合ったものを入れるということ、オイル添加物に関しても同様です。はい でバッテリーの交換に関しては、あまあ、自分でさっき言ったように点検するか、えーね、安いバッテリーでわけわかんないんだったら半年で交換する、保証が1年つ,ってついたやつだったら1年で交換する、保証が2年ついたやつは2年で交換する、そうでもなくて全然元気なバッテリーでもやっぱり2年で車検のことに交換するとかですね、えー、そういう形でやるのがあ、まあ、一番かなというふうに思います。あとやっぱりこうエンジンジかける時に のキュッキュッキュキュブーンじゃなくてそれがねキュッ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 とかなんかあのまあコールドクランキングですよ要はあの乗ってない12時間以上乗ってない状態でエンジンかけるときにいつもよりセルが重たくなってきたなという感じかいうふうに感じたらまあそれでもいいですよそういういつも乗ってんのにいつもよりセルが重くなってきたな,なってきたら変えるとかですね自分でやっぱこう気にかけていかないと変えたばっかりのものまた変えるはめになるっていうですね えー、ことでそういった根拠のないことを言ってくるスタンドの点検というかどうなっているのか知りたい、うん。というわけです。はい、そう最近ねそうなんです犬チャンネルの方もあって、えー、結構一般の方が僕の話を聞いてくださるので、えー、こういうです、ね、日常生活の中の今の四輪車の話ですけども四輪二輪等に関して管理等の疑問 もですね、あればあーメール等でいただければですね、えー、私の方で分かる範囲であればお話をさせていただきます。僕はのオートバイ店のものではあるんですけども基本的に車とバイクって共通しているところも多いです。最近なんか特にそうですね、はい えー、であと、まああの、バイクもガソリン使いますし、スタンド使いますし、スタンドの話っていうのはまあできるかなと思いましたけれども、はい、何かその分かんない、えー、こととかですね、あれば教えてくだされば、えー、僕の方で回答できるものであればあ回答します。あんまりねその、車に関してはほとんど分解したことがないのであの、どこのこという部品のどこどこでっていうのはちょっと分かんないんですけども、あの見える範囲のものだったら大体分かりますよ、見える範囲のもの。 エンジンばらして何が出てきてるっていうのはねあ,あんまり僕知らないんですけども。 あの見える範囲のものだったら車の方もまあまあ分かるわ分かるので、えー、質問いただければこのように動画にさせていただこうと思います。はいえー、というわけで日常生活の中に潜むですねこんな疑問をですねやってみましたどううもありがとうございます、はいえー、年末、急に寒くなってきましたけれどもまず皆さんねスタッドレスタイヤ持ってない履いたことない何それおいしいのの人が結構います、特に東京都内ね。 はいえー、今月中に買いましょう、はい、絶対雪降りますので、はいえー。というわけでご視聴どうもありがとうございました。